モノクロ、スタンダード、160分。シチリア島の漁村を舞台に、漁民一家のたどる、深紅の日々を、ドキュメンタリータッチで描いた、ネオレアリズムの代表的作品。全員編が、シチリアの漁村アーチトレッツァで撮影され、出演者は全員シチリア島に住む素人で、セリフも全て、シチリア方言が使われた。ベネツィア国際映画祭では、 国際賞を受賞した。また、1952年に、英国映画協会が発表した、映画史上最高の作品ベスト10、映画批評家が選ぶベスト10で、第9位にランキングされた。序盤にベルガの小説、マラボリア家の人々を元にしているが、ビスコンティは、主人公の運動に以外のエピソードをカットし、他の登場人物の名前は、ベルガの別作品から拝借するなど、 大きく手を加えている。海の総和という副題がついているのは、本作が当初は、イタリア共産党の制作によるシチリアの労働者についてのドキュメンタリー三部作の第一弾となる予定だったからである。他の二作は制作されなかった。なお、本作には、フランチェスコロージとフランコゼフィレッリが助監督として参加している。シチリアの漁村アーチトレッツで、 バラストロ一家は、代々漁業を営んできた。漁に出たまま帰らない父に代わって、一家を支える長男の運動には、仲買人に搾取される構造に疑問を抱き、自ら競りに出すことを思いつくが、仲買人と喧嘩を起こして逮捕されてしまう。釈放された後、家を抵当に入れて、借金をし、イワシの加工を始めるが、嵐の日に漁に出て、船と漁具を失ってしまう。 イワシは、安値で、仲買人に買い叩かれ、家は銀行に差し押さえられ、恋人には捨てられ、弟は、密輸商人になり、祖父は入院し、一家はあばら屋に住むことになる。運等には酒に溺れるようになった。仲買人の新しい船の浸水式の日に、かつて自分のものだった船を見に行った運等にはそこで、出会った少女ローザに励まされて、弟たちと共に、 仲買人の船に乗せてもらうように頼みに行った。ありがとうございます。